小、モーション、スポーツ軍技。毎週水曜日、伊達武将隊のホームページにて、更新しておるコラム、小、モーション、スポーツ軍技。お主読んでおるか？見ておるか？先日より、実は我らこのスポーツ軍技のコラムの方で、お主からの様々なスポーツについて、また運動についての質問を受け付けておる。うん。ツイッターにて、ハッシュタグ、スポ軍質問箱なるものじゃ。ここで今回来ていた、質問をこの度は動画で答えていこうと思う。お、先日生配信の、うん、地方猛暑スポーツ軍技、うん、手軽にできる筋トレを紹介いただきありがとうございました。お、うん、嬉しいの。ご覧いただきありがとうございます、うん、リラックス効果のある、うん、静的ストレッチ、静かな適合する、うん、そうだな、うん、静かなストレッチにも興味があります。お二人はどんなストレッチをされますか？またベストな力加減というのはありますでしょうか？おというのが来とった。なるほど。かげすなは日頃からストレッチとかをこう屋敷にて行うのか？おー、しますな。おー、うん、じゃあ早速紹介いたしましょうぞ。わしから。じゃあかげすなのストレッチしなんじゃ、うん、参りますぞ。少しじゃカメラを触りましょう、うん、こたびわしがみなみなにおすすめいたすストレッチではあるが、肩、そして肩甲骨を、ゆっくりとこう、和らげてくれる筋肉をな、こうほぐしてくれるストレッチを紹介いたそう。静の動きではないかもしれんが、見てくれ。あのメジャーリーガー、前田健太殿も行っておる、いわゆる前健体操というものをわしなりに、少しこう、まあアレンジも加えておるんじゃろうかな、こうやっておるんじゃが、少し体を、体をな、肩幅に足を開いて、そして少し前かがみになる。その状態で腕を前に出して肘を90度に出す。この状態で腕を回していく。こうじゃな。こう回していく。ほう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 。こう回す。難しそうじゃな。これただ、難しいですかな。横から見てみましょうぞ。ほう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 。この状態で前かがみ、少し体を前かがみにして。動かしていく。あ、肩甲骨を動かすイメージか。そうですな。おーほーほー。肩甲骨を意識することが肝要にござりまする。なるほど。この肘をこう回す、なるべく後ろ、肘を後ろに回すことで肩甲骨が柔らかくなると。ほー、なるほど。ことじゃな。ほー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 。いや、これは肩周りの筋肉がな、たくさんこうほぐれそうじゃな。こう、まあ、肩こりなどの、予防にもつながるはずじゃ。なるほど。まあ、わしらは、刀を振るうでな、うんうんうん、その中で、こういった肩を柔らかくする必要があるから。うん、その時に、この、前剣体操と言われるもの。まあ、わしがアレンジしてるから、かげつな体操だな。かげつな体操を実践いたして、うん、演武の前に、うん、そう、実践いたして、演武を披露した。これストレッチ効果、まあリラックス効果もあるじゃろうけども、こう、鍛錬にもなんかなりそうになるかな。ああ、そうですな。うん。体をほぐしてストレッチもしつつ、うん。様々な予防をして、うん。まあ、筋力のトレーニングにもつながるはず。ああ、なるほど。うん、あ、いや、かげつなストレッチの指南で。ぜひ実践をしてほしい。なるほど。しげざね殿、紹介してくれますかな。では、わしがこう、普段屋敷にて行っとるのは、うん、主にこの腰回りのストレッチでござるね。おやはりこう、屋敷におると、どうしてもこう、座って仕事することとか、うん、そういったことが多分、お主も多いことが増えてきたと思う。うん。なのでな、今回は寝ながら簡単にできる、わしも毎日行っているトレーニング、ストレッチを紹介いたそう。うん、では、少しカメラを下げてくれるか。下げましょう。うぐぐよし、その辺じゃん、はい、こうして普通に寝そべった状態から始める。こう寝そべった状態からじゃん。もう少しでいいわ。そうですな。うん、あ、出てきますか。寝そべった状態から普通にこう全部リラックスして体をこう地面に預けているわけじゃん。うん。そしたらまず左足から前とか、左足を右足側へぐるーっとこうねじってくるわけじゃな。ここをなるべく足をここ、
足が90度になるように意識してる。ああ。こうすることで、ここの、横の筋肉じゃな、側筋と言われるところ、ここをぐっとねじって伸ばすわけじゃな。この姿勢で、しばし、まあ、10秒、20秒ぐらいか。このままリラックスした状態で、伸ばす。ああ、気持ちよさそうですね。ああ、ここで気持ちいいんだ、これがな。わしはこう、寝起きすぐにやっとるんじゃな。起きてすぐに起きてすぐに、まず起き上がる前に必ずこれを反対にもこうしてな。おー、伸びる伸びる。こうして伸びて。おー。これがな、ほんにこう気持ちいい。このままでな、こうゆっくり二度寝にしてしまいそうな。こうゆっくり気持ち。まあこれも10秒、20秒くらいやって。そしたら続いては、足をこういう風に戻したら、足を揃えて、そのままこう、膝をずっとお腹近くまで持ってくるんだな。で、膝をこう抱える。これもまたこの腰を次はこうぐっとこう後ろとお尻から、腿の裏から背中っていうのをこうぐっと伸ばす。これもぐっとお腹の方に近づけて。もう気持ちいいぐらいで、もう難しいものであればもう少しこれぐらいでも構わない。なべっこう胸に近づけて、腰周りの筋肉を伸ばす。ああ、これわしもたまにやりますな。あ、やるか。お尻あたりとかに。ああ、筋肉をほぐすために。ああ、これはすごく気持ちいいのでな。これも10秒。寝ながら体育座りだな。自分も10秒、20秒ぐらいこの姿勢で。まあ、まあ、ほどほどの目安なのでな。己の、そう、自分の気分のいいところまで。無理をせず。さよう、うん。そして最後は、このままこう、膝をこう立てる。お膝を立てたところから、まあ少しこう足を開くといいかもしれんな、うん。足を肩幅ぐらいに開いた状態で足、膝を立てたら、そしたらそのままこう、次はこう浮かしていくんだな。あはははは。浮かして、ちょうどここがこう、まっすぐ、膝からずっと肩のラインまでがこう、まっすぐになるように、うんうんうん、この状態もこうキープする。あとはもう力抜いていくも。こうすることによってこう、すごくわかりやすいのが、こう自分でこう触ってみると、臀部にな、お尻のところにすごくこう力があるんじゃな。はい。まあこれは少しこういったこの筋肉トレーニングにも、うん、まあ通じてるものなんじゃけども、こうすることでこう逆に腰の方の、まあなんていうか鍛錬を兼ねたストレッチにもなるわけじゃな。この状態でもまあ、程よくこうしばらくこのまま姿勢を維持する。これがまさに、あれですな、うん、性のストレッチですな。性のストレッチだな、まあ、そもそもストレッチって基本性ですよね。私あんなに動いてました。まあそういったね、動作を動きのあるストレッチだったり、うんうん、こうやって静かにこの姿勢を保つというストレッチ両方を兼ねて、あ、まあいいストレッチができるわけじゃない。そうですね。でこれまあ好きなぐらいにこう、まあ、20秒なり30秒なりでこう下ろして、でこれで一つの流れが終わりだ。うん、っていうのを、わしはもう、毎朝、必ず。毎朝やっとるんですな。毎朝こう、必ず、このストレッチをしてから、朝、目覚めてる。よいしょ。ということで、無月内容。こうして、ストレッチ、まあ、筋肉トレーニングで生配信はお伝えしたが、うん、こういったストレッチも、やはりみんな興味があるようじゃからの、うん、少しずつこう、いろんなストレッチなども含めて、また紹介できればと。そうですな。うん。うん。また、こちらのコラムで、冒頭にも申した通り、ハッシュタグ、スポ軍質問箱なるものにて、ツイッターでお主からの様々な質問を受け付けておる。詳しくは我らの軍技の方、ぜひご覧いただいて、そちらの方に、方に投稿いただければと存ずる。うん。うん。では、お主からの質問を待っておるぞ。待っておりますぞ。引き続き、地方猛将スポーツ軍技をどうぞ楽しみあれ。よろしくお願いいたす。さらばじゃ。